こんにちは。私たちは、長いんですけど、結婚式で歌いませんか2016夏です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではちょっとバンドメンバーに早速質問したいと思います。はい、はい、私たちのバンド名めっちゃ長いんで、なんて略せばいいでしょうか。わかりました。はい、じゃあ一番何か2016です。はい、正解です。正解できるかな。だから納得してるのかな、こう言って、あ、メンバーみんな。2016夏ということで、私たちが組んだきっかけというのが、バイト先の、私のバイト先の人が結婚式で余興で歌いたいという話があって、それでじゃあ一緒に歌えるようにという感じでメンバーを集めてやったんですけども、その私たちをがその組んだって呼びかけたものがツイッターだったんですよね、最初で。今回ですね、大勢は個人的に誘ったのに、他がみんなツイッターでやりたいっていうのがすぐ来て、そういうツイハイバンドの可能性も。そうなんだよ、ね、俺今知りました。そうそうそう、知らないっすよ。まず僕ツイッターやってないんで。何も知りました、マジで。そうなんだよ、ツイハイでもツイハイじゃなくても、こういう風にバンドを呼びかければ組めるので、やりたいことがあるっていう人はまず声を出して、いろんな人に声をかけてみるといいのかなと思います。そんな感じで組んだ、その結婚式とかこのライブのために組んだバンドの形態を、何と言うでしょうか。わかりました。はい、小坂。企画バンド。正解です。はい、ということで、今回唯一の企画バンドの私たちが歌う曲は、去年の、ハモネプで、歌われた、伊藤ホワイトさんが歌っていた天野美さんのキャンニューセレブレイトです。それではお聴きください。ありがとうございました。